everyone, konnichiwa minasan. Welcome back, and today we are making some homemade raspberry jam. So I actually haven't done a video in Japanese in a while. じゃあ今日はあの日本語でします。じゃあ、あの今日作るあのラズベリージャムはあのとっても美味しくて、なんか意外に作りやすいですよ。材料はあのラズベリーとレモンと砂糖だけですので、とても簡単であのいつでも作られます。あの今まであのジャムを作るのはあのちょっと難しそうと思ってたんですが、ジャムは実はね、なんか意外に作りやすいですよ。なんか1時間以内かかって冷蔵庫で冷やすと出来上がり。それでは始めましょう。ラズベリーと砂糖を中火にした鍋に入れる。砂糖が溶かすまで混ぜる。強火にし沸騰する。で、それからアクを取る。レモン水を加え混ぜる。ジャムを釜などに入れ蓋をする。ひっくり返して冷蔵庫に入れ冷やすと完成です。ね、ご視聴いただきありがとうございました。あの木曜日にあの炊飯器で朝ごはんを作りますので、ぜひぜひうさがたちの登録するためのボタンを押してあの木曜日に見に来てくださいね。で、皆さんが大好きですよ。バイバイ。